あくまでイメージだと食は諸葛亮、語は周瑜が軍師っぽいイメージが持たれていると思うんだけど、魏の軍師は果たして多くの人は誰をイメージするのかな、と考えるふりが得意なゆっくり霊夢です。やはり閣下が一番人気か、と思いきや芝居もなかなかに侮れませんし、下手すれば閣という人も少なくなさそうです。この3人で票が割れて順位区が1位になると予想する、大穴狙いのゆっくり悟りです。今回は三国志武将紹介。紹介するのは漢王朝の皇族でありながら類稀なる才能を義で発揮した男、劉曜よ。彼は人によって評価がとても分かれるタイプの人間だと私は思っているのよね。人によってというより、見る立場によってというのがより正確な気がするけど、漢王朝の立場から見ると彼は義を滅ぼした宋一族に組みした逆臣ですし、逆に義王朝から見れば忠臣ですからね。そりゃあ評価も分かれますぜ。さて改めて紹介するのは劉曜、あだ名をしよう。その才能を義王朝で遺憾なく発揮したと陳寿は記しているものの、後世の歴史家たちからは性格が悪すぎるとケチョンケチョンに叩かれた、歴史家からの評価も真っ二つに分かれた賢人。彼は一体どういった人物なんですか？劉曜は揚州愛南郡清徳県出身の人物で、漢の皇武帝の息子の不良王劉淵の子孫にあたる男よ。かなりの大物をご先祖様に持つ皇族ね。劉曜の父親の名は劉夫といい、母の名前は周という名だったようで、彼女は劉漢と劉曜という二人の子を産んだみたい。三国志の武将たちは出自があやふやな人が多い印象がありますが、さすが劉曜は皇族だけあって生まれがきっちりと描かれてます。しかし劉曜は不幸な目に遭う人生だったのか、彼が7歳、兄の劉漢が9歳だった時に彼らの母親である周が病で倒れてしまったの。ここで彼女は最後の力を振り絞って息子たちに、お前たちの父親に仕えているあの側近の男は人にへつらい、平気で残言を言いふらす最低な輩です。おそらく、私の死後に彼はよからぬことをやらかして我が家を、危機に陥れるわずです。お前たちが成長してあの男を家から追放できれば、もう私に悔いはありません、との遺言を言い残して亡くなり、果たして劉曜は13歳になると兄の劉漢に、泣き母の遺言を今こそ実行するべきです、と告げたみたい。なんでまあ彼らの父親の劉夫はそんな輩を側近にしているのか。劉曜は父親の側近を排除する気満々だったものの、対して劉漢は、そのようなことは無理だ、と言ってこれを一蹴した。なもんで劉曜は一人でこの計画を実行して部屋に押し入って父親の側近を切り捨て、その後すぐに母親の墓に出向いてこの件を報告したの。この切り捨て事件が起きると家の中でパニックが起き、劉夫はこの事件を知ると激怒して人を派遣して息子を家に連れ戻したみたい。そして劉曜は父親と会うと謝罪して泣き母の言葉を実行したまでです。独断でこれをやったことの罪は甘んじて受けます、と発言したの。この言葉を聞くと劉夫は息子の覚悟がとんでもないと思い、あえて、これを罰さなかったの。後に人物評論家として名高い女難の巨匠は、揚州に避難すると劉曜のことを君主を助ける才能がある、と評価したみたい。13歳にして覚悟が決まりすぎてますよ。時に揚州には軽々に動く荒くれ者の帝砲、長太、旅館のような存在がゴロゴロいたらしく、おのおのそれなりの兵力を抱えて暴れ回っていた。この荒くれ者の中で一番強い勢力を築いていたのが帝砲であり、彼は民たちを利用して長江の南岸を渡ろうとしていたものの、その道中で彼は劉曜が名士であることから彼を首謀者に祭り上げて自分の計画に利用しようと考えた。劉曜の年齢はこの時20歳を超えており、本心では帝砲の計画なんぞに加わりたくはなかったもののやむを得ずこれに抵抗せずにこの計画に加わり続けていた。そんな折、中央から曹操の使者が揚州を訪れ、揚州の実態調査をしに来た。なもんで、劉曜は曹操の使者に会いに行って時勢の議論をして自分の有能さをアピールし、使者と一緒に帰還するという名目で帝砲の元を離れようとしたみたい。ここで劉曜は数日間も粘って議論をし続けたようね。もし劉曜が帝砲の元から逃亡でもした日には彼は帝砲から処刑されるでしょうが、使者と一緒に帰還するという大義名分があれば、
刺し物定法も手出しはできないでしょうからね。走行しているうちに定法の方でも数百人を引き連れ、牛やお酒を使者に献上してこれをねぎらい始めた。なもんで有用は自分の家の召使いを集めて宴会の準備をさせ、この宴会の席で勇猛な若者に酒に酔った定法を切れと命令したの。しかし定法はお酒が飲めない男だったらしく、全然酔う気配がなかったので暗殺者はなかなか定法を暗殺できずにいたの。だから有用は痺れを切らして自分で刀を持って自ら定法を切り、その首を片手に曹操殿からの命令だ、もし抵抗すれば定法と同じ目に遭うぞ、と定法軍に宣言したみたい。有用も不意打ちとはいえ寄ってない定法を暗殺できたわけですから、ある程度武術の心得があったのかな。その後、定法に仕えていた人々は定法が亡くなったことを知ると怯えて各々陣営に逃亡し始めた。陣営には大将と精鋭数千人がおり、もし大将が動いて乱を成したらまずいと思い、有用は即座に定法の馬に乗って側近数人を引き連れて定法の陣営に出向いてその陣営にいるリーダー格の人々にことの利害を問いたの。すると彼らは地面に頭をつけて有用に従うことを宣言して有用を自軍に招き入れたようね。その後、有用は旧定法軍の兵士をいぶし続けて彼らを手なずけて名実ともにこの軍のリーダーになったものの、彼は落ち目の漢王朝の皇族である自身がこれほどの兵力を持っていることを、よしとはせず、露光大主流君に自分が持っている兵力すべてをプレゼントすることにしたみたい。むう、有用ほどの名声があればこの兵力を元手に独立勢力ぐらい築けそうなものですけど、これを手放すのはちょっともったいなさすぎる気がします。無論ゆうくん側も悟りくんが思ったように疑問を抱き、ゆうくんは有用になぜ苦労して獲得した兵力を手放すのか、というように質問した。するとこれに有用は、定法軍にはこれといった軍律がなく、定法軍の人々は略奪によって私腹を肥やしておりました。今、私にはこれといった資金がなく、もし旧定法軍の軍律を厳しくして略奪を禁じてしまえば必ずや彼らから反発されます。故にあなた様にこれを差し上げたのです、と説明したみたい。むむむ。理にかなっている説明に見えますぜ。資金に余裕がないからこそゆうくんに下るしかなかったと。時にゆうくんが持っている兵は長江や淮河付近で強いと評判であり、孫策はこれを快く思っていなかった。なもんで孫策はゆうくんに貢ぎ物と使者を送ってへり下りながら、上領の民がしばしば我々に背くので、私は数年にもわたりこのことに頭を悩ませております。これを打とうにも交通が不便なので、ぜひとも、ゆうくん様のお力をお借りしたい。上領は豊かな地なのでこれを獲得すればもっと勢力を伸ばせるはずです、と告げたの。ゆうくんはこの言葉を信じ、さらに孫策が金銀財宝をしばしば送り続けてきたもんで気分も高まり、ゆうくんの部下たちもゆうくんにお祝いの言葉を言い続けていたみたい。孫策から大量の貢ぎ物が届くし、さらに孫策の言葉通りに上領を手の内に収めることができればもっと勢力が拡大できる。いいことづくめです。しかし有用一人だけはこの出兵を反対し続けていた。故にゆうくんは有用になぜ反対なのか、その理由を問うと彼は、上領は小さな場所でこそありますが城が堅固で攻めにくく守りやすい地であります。もし10日程度で上領を落とせねば兵は敵地で疲弊し、国内の守りも薄くなります。その隙をついて孫策が我々の背後をついて出兵してくれば、背後の兵だけで孫策の攻撃には耐えきれないでしょう。これでは将軍は前の敵に勝てず、撤退しようにも本拠地を孫策に奪われて帰る場所を失います。故に出兵に反対しているのです、と説明したものの、ゆうくんはこれを無視して、上領に出兵したものの、有用の予想通りゆうくんが出兵すると孫策が背後から急襲を仕掛けてきたの。そしてゆうくんと有用はこの攻撃を受けて困り果て、共に曹操の元へと逃亡したみたい。有用の予想はビタリと当たっていたのに。用いる君主が無能だとその才能を輝かせることはできないってわけですか。曹操が受信に到着した頃、露光には陳策という山賊がいて彼は手勢数万人を率いて妖怪を頼りに反抗し続けていた。
曹操は先に陳策を打つために討伐軍を派遣したものの、これに勝てなかったので、周りにいる側近たちに陳策を打つことは可能か、と質問したの。するとこれに、諸将は陳策がいる山はとても高く、攻めるに不利で守るに有利な地勢があります。故にしばらく様子を見るべきです、と答えたものの、劉曜は早々に陳策は混乱に乗じて挙兵したに過ぎず、彼らの軍には恩賞や神技といったものがなく言うほど強くはありません。しかし、先に送った討伐軍の将軍は、無策で戦ってこれに負け、陳策軍はまだ天下が混乱していたので気持ちが一つになったのです。しかし、今、天下のあらかたを曹操様は平定され、攻撃された後に降伏すれば処刑されるという法律があります。たとえ賢者でも愚者でも、死を恐れて褒美を求めるのは道理です、と曹操に説いたの。むむむ。昔ならば陳策を討伐する手立てはなかったものの、今ならば打てると。さらに劉曜は続け、曹操様の徳をもってすればもし東に討伐に行けば、平定が後回しにされた西方が恨むほどであり、戦う前に敵軍に降伏を呼びかけてその後に大軍を持って敵軍に突撃すれば戦ったその日に軍門は自ら開いてすぐに賊軍を討伐できるはずです、と説明したの。すると曹操は大笑いを、しながら、君の言葉はもっともだ、と言い、猛将を先鋒にして五詰めに大軍を引き連れて陳策討伐に出兵すると連戦連勝したの。なもんで曹操は帰還すると劉曜を司空曹操演に任命したみたい。こうして劉曜は曹操の側近の一人になったわけですか。215年、曹操は漢中の長路討伐に出兵すると劉曜を守護に任命し、当初曹操軍は楽に長路に勝てると踏んだものの、長路は漢中の険しい山を利用して必死に曹操軍に抵抗してきた。なもんで曹操軍は次第に兵糧に困るようになったので、ついに曹操は、ここはひどい土地だ。もう勝てねえよ。兵糧も少なくなってきたので一時撤退するしかない、と布告したの。なもんで劉曜は五詰めの兵士を帰国させていたものの、当初から劉曜は長路に勝てると踏んでおり、さらに撤退するにしても兵糧が足りずにとても全軍無傷で撤退できる状態じゃなかったので、早々に攻めるしかありません。と早々に説明し、その後早々は破れかぶれで長路軍を攻撃して、何か知らないけど長路軍を破って漢中を平定することに成功したみたい。戦いってのは知力も大事ですけど運も大事ですからね。運がないと戦いには絶対勝てないですし。ここで劉曜はすかさず早々に、曹操様はかつてたった5000の兵で董卓討伐に名乗りを上げ、その後北の袁紹、南の劉曜を討伐して天下の8割方を平定いたしました。もう国内どころか海外の人々も曹操様の意を恐れており、蜀の民も同様です。このまま蜀を攻めれば楽にこれに勝てましょうぞ。確かに蜀を手の内に収めた劉備は傑物ではありますが、彼は度量の大きさに比べて決断力が皆無。しかも蜀を手に入れてから日が浅く、蜀の民もまだ劉備に懐いていない。この漢中を落とした勢いそのままに蜀に攻め込めば、曹操様の傭兵術をもってすれば楽に勝てます。しかしこれを見送れば蜀には、政治の天才諸葛亮がおり、関羽や張飛といった勇猛な将軍がいると蜀の民に広がって民の離反を狙えなくなります。今これを攻めなければ、後にこれは災いとなるでしょう、と説いたものの、曹操はこれに従わずに撤退したようね。その後、劉曜は皇軍長史兼領軍に任命されたみたい。曹操もおそらく劉曜の言った言葉に一理あるとは思っていたでしょうが、曹操軍は漢中の長路討伐ですら大苦戦をしてましたからね。故に曹操は劉曜の言っているように楽に蜀討伐はできないと判断したのでしょう。220年、曹操は病死し、息子の曹丕が父親の後を継いで、彼は漢王朝を滅ぼして義の皇帝として即位した。そんな折、蜀の武将である毛達が劉備との不和を理由に義に降伏してきた。毛達はその容姿や才能を義の多くの人から評価されており、曹丕も毛達のことをめっちゃ寵愛して、彼のことを新城太守に任命して三騎常侍の位も与えていたの。しかし劉曜は日頃から、毛達は善悪を考えるより前に自身の利益を追求する悪癖がある。
しかもなまじ才能があるだけに謀略を好む傾向もある。決して陛下の恩義で義に忠誠を誓うとかいう男ではない。心情は御徒職の領国と接して、いる地であり、もしもうたつが何かよからぬことを起こせば大変なことが起きるのではないだろうか、と思っており、宗妃に何度もこのことを訴えていたものの宗妃はこの有用の進言を無視した。まあその後、もうたつは普通に職の諸葛亮と連絡を取って謀反したんだけど、曹操も宗妃もなかなか有用の検索を取り入れてくれません。そんなに信頼されていないのかな？そんなこともないと思うんだけど。その後、有用は次中に任命されて寛大公に報じられた。この時、宗妃は職の優美が関羽を打って慶州を奪い取った後に復讐するために後に攻め込むだろうか、と御事典で諸大臣に質問した。すると多くの臣下たちが、職はちっちゃな国であり、名称は関羽のみ。その、関羽が処刑されたので国内の人々は恐れており、とても出兵できる状況ではないでしょう、と答えたものの、ただ一人流用は、確かに職は狭くて弱い国家です。故に劉備は勢いによって職の民に職の強さをアピールしています。その嘘がバレないようにするためにも必ず矢後に出兵し、職には後を討伐できる、余力があるとアピールするわずです。しかも劉備と関羽は形式上は君臣の間柄ですが、その実態は父子同様の関係です。その関羽が後に撃たれた以上、劉備が関羽の復讐をしなかったら部下に示しがつきません、と主張したの。そして実際に劉備は大軍を用いて後討伐に出兵したのよ。むむむ。確かな理論に基づいてビシビシと予想を当てていきます。その後、職に攻め込まれた後は義に心中を願い出てきたもんで義の臣下たちはこれを大いに喜んだの。しかし劉用は、後は長江や関水を頼りに今まで独立していた国であり、おそらく本気で義に降伏するつもりはないでしょう。確かに陛下は古の春帝に勝るとも劣らぬ徳があるとはいえ、後はまだ即位して、日が浅い陛下の徳を知らない。今回降伏してきたのは敵国に攻め込まれたからであり、信用しろっていう方が無理があります。逆に言えば後は義に降伏を願い出るぐらい追い詰められているので、これを利用して後に攻め込みましょう。一日的に情けをかけただけでその敵が強大な敵になること、なんてよくある話ですし、と宗妃に説いたものの、宗妃はまたもやこれを無視したの。その後、後は蜀と伊良の戦いを起こしてこれに勝ったものの、劉用の予想通り後は義に背いたの。むむむ。劉用は予想が当たっているのに全然宗妃が採用してくれません。なので宗妃は後に怒って後を討伐するために軍隊を派遣しようとしたものの、これに劉用は、彼らは劉備との苦しい戦いに勝利して一致団結しており、さらに後には川や湖といった天然の要害まで存在しております。これの討伐は難しいのではないでしょうか。と進言したんだけど、またもや宗妃は、劉用の進言を無視して後を討伐するための軍隊を編成したの。これもう絶対宗妃劉用のこと嫌ってますって。何の検索も採用しないじゃないですか。224年。宗妃は自ら公領の志向まで出兵し、慶州や揚州の軍も後を討伐するために駆り立てた。そして宗妃は臣下たちに、孫権は自ら出陣してくるか、と質問した。すると臣下たちは、陛下の出兵に孫権はビビっており、必ず役人を挙げてこれに抵抗してくるはずです。しかも臣下たちに軍権を委ねず自ら軍を、率い出兵してくるはずです、と述べたの。でも劉用は、孫権は確かに陛下が出陣してきた以上、自ら出兵せねばいけないと思うかもしれませんが実際長江を越えて後に攻め込むのは陛下ではなく別の将軍であろうと踏んでいるわずです。故にしばらくは陛下の動向を見るために様子見をするわずです、と主張した。それから数日、宗妃は戦況を観察したものの果たして孫権は出陣してこなかったの。その後、宗妃は撤退を決断するというように、君の予想が正しかった。朕のために後徒職を討伐するためにこれからも力を貸してくれ。敵の動きを察知するだけじゃなくてな、と伝えたの。むむむ。ようやく宗妃も劉用のことを認めてくれたのかな。226年。
宗妃が病死して宗妃の子の宗英が義の二代目皇帝に即位するというようは到底公に報じられ職有300個をプレゼントされた。後世の時代に作られた不死という書物によれば有用は宗英からめっちゃ信頼されたようで、宗英が食討伐を思案した時にも有用に、これを相談したとも書かれているの。でもある人が宗英に有用には忠義心なんてないです。ただ陛下の意見にうなずいてへり下っているだけです。試しに陛下は有用に自分が思っていることと逆のことを有用に質問してみてください。もし、有用がこれに反対してくれば有用と陛下の心は一致しており、質問にすべてうなずけば有用が、陛下にへり下っているのが明らかになるはずです、と言ってきたので宗英はこれを実行すると果たして有用はイエスマンのように宗英の質問にすべて肯定してきたの。故に宗英は有用のことを遠ざけるようになったようね。むぅ。でも有用は曹操と曹丕の時代には結構彼らとバチバチに意見交換してやり合ってた気がするんですけどね。よく進言も却下されてましたし。それがいきなり宗英の時代になって変わるなんてことがあるんでしょうか。故に不死では有用のことを巧みな嘘よりも拙くても誠意のある言葉の方が勝っている、との言葉を引用して才能がありながらもそれを活かせなかった有用のことを残念がっているの。でも陳寿が記した三国志では有用は宗英の時代にどんな活躍をしたのか、ってのが全然書かれてないのよね。なまじ宗英の時代の活躍が書かれていない分、後世の人がちょっと脚色した可能性もあるっちゃありますけど実際この書物のようにへり下っていた可能性もままありますね。三国志によれば有用は義の朝廷において人と一切交流することがなかった。なのである人が有用にこの理由を聞くと彼は義が建国されてからまだ日が浅く、使者は漢王朝の命運が尽きたので義が建国されたのを知っているが多くの人はそのことをまだ理解していない。私は元は漢の皇族であり、今は義の腹心だ。そりゃあむやみやたらに人と関わらないよ、と答えたの。その後有用は232年に病のため太中太傅に任命され、それからしばらくすると大航路に任命されたの。でも官職についてからわずか2年で職を去り、再度太中太傅に任命された後で病死したみたいね。死後に彼は慶光という送り名を送られたみたい。漢王朝の皇族で義の腹心。そんな微妙な立場の彼が義王朝で重用され続けたのも彼の能力のみならず、その人柄が評価されたからってわけですか。陳寿は有用のことを謀略に長けた人物だった、と評価しているの。身一つで多くの人に仕え続けてきた男だったわ。漢王朝の皇族でありながら宗家三代に仕え続け、重用された異端な人物でした。さていかがでしたでしょうか。今回の人物のことは、もしよければチャンネル登録や高評価をお願いいたします。感想のコメントや紹介してほしい武将のコメントも大歓迎です。的確な検索を何度も義王朝に伝え続けた男でした。それじゃあ今回はここら辺で、まったねー。